こんにちは、ウェンチャンネルのしなです。あたしです。今日はショート動画でもあげたんですが、カンビニっていうところに行ってきました。カンビニとは韓国のコンビニをイメージしたお店みたいです。見た目はこんな感じ。ずっと行きたかったお店だったので紹介します。まず一つ目、じゃじゃーん、カルメ焼きです。後ろは韓国語で何て書いてあるかわかんないんですけど、表のイラストはこんな感じです。こちら開封動画なんですが、ショート動画に載せるので、ぜひぜひそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。そして次は TikTok でシナが大好きなハマっている韓国の人が韓国の料理と韓国のこのお菓子を食べている動画を見つけたんですけど、その動画で食べてたのがこちらです。じゃじゃん、こちらです。皆さんこれ見たことありますか？すっごい見つけた瞬間、あーこれ食べてみたかったやつって思ってすぐママに言いました。そしてこのスイカ味もあったので、ちょっとねそれは買ってなかったんですけど、これもショート動画であげるのでぜひぜひ見てください。次いくよ。じゃじゃん、またまたお菓子です。けん、お菓子のけん、おりゃー。これはクランチロープグミです。韓国版のナーズロープグミみたいな感じかな。これもショート動画であげるのでぜひぜひそちらの方を見ていけたら嬉しいです。次はママのものです。いくよ、じゃじゃん、プルコギのタレです。これすっごい美味しそうなんだけど、いつもさママさ、プルコギのタレはコストコで買うことがあるの で今回ね、コストコって2本で1個になってて多いので、それをコンビニで見つけました。なんかすっごい美味しそうなんだけど、そうさゆちゃんもさ結構さプルコギが好きで、こう甘口醤油と辛口があったんだけど甘口です。次はしの大好きな飲み物を紹介していきたいと思います。いくよ、じゃじゃん、ポロロのブルーベリー味と、あとポロロのリンゴ味を買ってもらいました。これ本当にポロロマジでもうおすすめ。シナがおすすめしたいのはこのリンゴ味、ブルーベリー初めて見たから買ってきました。そのさポロロはさ、あの新大久保に行った時に初めて買ったんだよね、うん、それでリンゴ味を買ってきてくれた。そうリンゴ味をしのちゃんにお土産で買ってきたらすごい気に入って、今回コンビニに行ったらあったので、しのちゃんすごい喜んでます。そう、これほんと飲み方さすごいんだよね。こう開けて、蓋をこうやって開けて、見てこうなってるの、ママのところが。ここはまだ出ないんですけど、こうやってここプシュってやると出るんです。ここの上の部分をクッて上に上げるとチューってすると出て、で飲まない時はここを下げる。そう、もうちょっとだけの差なんですけど、ここで出るんだよね。そう、なんかこれ食器洗剤の、そう食器洗剤のね上の部分に似てます。あ、これは飲み口が面白いジュースなのでぜひぜひ飲んでほしいです。次はじゃじゃん、このマスカットのこのジュースマジでも美味しいんだよね。これもね新大久保で買ってきたんだけど、うんうんうん、それ好き？うん、大好き。次はお菓子かな。じゃじゃん、グレープグミチョコレート。これ初めて見たんだけど、これねまたまた後ろが日本語なんですけど、初めて見たからちょっと買ってみました。ここにグレープグミとあとミルクチョコレートが周りにくっついていて、なんか美味しそうです。せっかくなのでこれ開けて食べてみます。いい？いいよ。成功するかな今日は。開ける、いきますか。はいはい、いきます。開ける、では開ける、開ける、開ける。おお元気良すぎた。どう？あ、ちょっと食べてみますね。丸いからこの感じ。おお、じゃあママも転がったやつ。いただきます。いただきます。うん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 、なんか美味しい。結構固めのグミ、うん、だから先にチョコレートが溶けてグミが残る感じ。これ美味しいね。うん、美味しい。これちょっと気に入っちゃった。うん、ぜひぜひこれもおすすめです。見つけたら食べてみてください。そしてね、次はね、じゃじゃじゃん、地球グミ。うちに持ってるんだけど、二
と待ってて。これがコンビニで買ってきたやつ。ここにちょっとオレンジ色でトローリーって書かれてるんだけど、でもね、こっちはね、トローリー同じ会社なんだけど、見えますかね、ちょっとオレンジ色が書かれてないんです。文字がピンクだね。うん、はい、しのちゃん曰くここの取っ手の長さが確かにちょっと四角っぽくて、こっちが丸で、トローリーの文字の部分がオレンジとピンクで、こう見ると跡が違う部分って言ったらまあ一緒かなって感じですね。ちょっと不思議です。で、今回コンビニにはなんか韓国のお菓子ももちろんあって、他にいちごグミと、あとなんかワックスボトルキャンディー、うん、あとね、そのワックスボトルキャンディーが2種類味があったよね、うん、あとサッカーボールグミもありました。私の大好物のやつもありました。あと普通のナーズロープキャンディーと、うん、あと韓国のグミ、なんかハロウィンっぽい、あ、そう、ハロウィングミみたいな、なんだろう、ショート動画でね、載せたんですが、こちらです。こういうグミもありました、はい、あとはなんか普通に韓国のお菓子とかも大量に売ってたよね。で、なんか他に冷蔵庫とか冷凍庫もあって、キムチとかも売ってたし、あとチーズボールだ買ったの。あと上の階にコスメもありましたよ。そうです、ちょっと肌が気になるな、あ、ちょっとニキビできちゃったっていう人はそこを寄ってみてくださいそうだね。それでそのチーズボールも買ってきたんだけど、それまだ冷凍庫の中なので、まあ、ショート動画でね、撮れたらどんな感じだったのか撮りたいなと思うのと、あとチーズハットグもあったりとか、それも冷凍、うん、あと買ったのが水キムチっていうのを買いました。食べてたまま食べてた最初はね、水キムチで透明なキムチなのかなと思って買ったら、なんと浅漬けみたいなね、しっかりしたお漬物でしたせっかくキムチだと思って買ったのに次回もまたね、気を改めてお買い物できたらなって思います。はい、気になった方はコンビニ行ってきてください。はい、コンビニ行って調べると後ろにあるので、ぜひぜひ調べてみてください。ということで今日はコンビニに行って買ってきたものを紹介してみました。チャンネル登録よろしくお願いします。 TikTok やインスタ、 LINE ブームもやってるので、そちらの方もぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。